さあ今日私がやってきたのは藤沢市民病院です。子どもたちが少しずつ集まってきています。今日こちらで大人気企画病院のお仕事体験ツアーが開催されます。子どもたちは一体どんな体験ができるんでしょうか。楽しみです。藤沢市民病院で働く医師や看護師が普段どのような仕事をしているのか、貴重な現場で小学生が実際に体験しながら学べる病院のお仕事体験ツアー。今回は病院の中での体験ということもあり、全員マスクでの参加です。参加したのは小学校4年生から6年生と保護者合わせて30人です。子どもたちに参加理由を聞いてみました。今日はこの、ね、病院のお仕事体験ツアーだけど、どうして今日参加しようと思ったんですか。なんか普通にやってみたいみたいな、病院のお仕事にちょっと興味を持ったから。なんで体験参加しようと思ったの。5歳ぐらいの時に骨折して、その時にこの病院来て、お医者さんとか看護師さんに憧れてたから、やってみようかなと思ってきました。今日はあの病院のお仕事体験ツアーどうして参加しようと思ったんですか。お姉ちゃんが行って楽しいって言ってたので。あ、お姉ちゃんがこの体験ツアーに参加したの。看護師の服着たり車椅子乗ってみたりしてたので、それちょっと楽しみ。何が一番楽しみですか。この病院の中を歩き回って、なんか看護師さんの大変さとかが知れたらいいなと思ってます。今回病院で体験できる仕事は4つ。外科手術の模擬体験、看護師体験、リハビリテーション体験、放射線体験です。まずやってきたのが看護師体験です。もうユニフォームに着替えた子どもたちが早速体験始めてます。みんなここ頸動脈、心臓マッサージは両方真ん中ぐらいで持たれたりでもいいから、で肩がこうまっすぐなって肘を伸ばした状態で押します。これね、簡単に押せてるように見えるけど、これ終わったら押してもらうけど結構大変。ここがね、よよって、で肩がこのままそう、それで押していくな。でポイントはこれ、この手を離しちゃダメ、ここから離しちゃダメで、肘は伸ばしたまま、もっと押して、もっと大変でしょ。疲れる。厳しいこと言うと、もうちょっと押さないとね、血流が流れないんで。心臓マッサージに思った以上に力がいることを知りました。看護師体験では他にも、入院中などに看護師さんが患者さんに行う血圧測定などを行いました。今回の体験について看護師長である川田さんは、とっても子どもたちが緊張している中も、今みたいに AED のところとかも大きな声で体験してくれて、とっても嬉しく思います。もともとすごく人気のあるご体験なんですよね。コロナの間も企画はしていたんですけども、直前で中止になってしまって、応募の方もたくさんいたので、ちょっと残念だなと思っていて、今年再開することができてすごい嬉しいです。その中でこう子どもたちにどんなことを体験通じて感じてほしいですか。そうですね、未来の看護師をちょっと育てるための一つのイベントだと思っているので、みんなで企画をして楽しく、でも本当にリアルに体験できるようにというところで企画してきましたので、これがね、将来の看護師につながってくれるととっても嬉しいです。続いて子どもたちが向かったのは、こちらではリハビリテーション体験が行われています。向こうから車椅子に乗った皆さんがやってきました。じゃあ車椅子に乗っている方、そしてそれをね、子どもたちがこう押して、車椅子を押すというね、体験をしていますね。子どもたちが体験するのは、病院でも普段から行われているリハビリテーションです。病気や怪我などで体が不自由になった方に対して、障害を軽減し日常生活の自立度を高めることを目的としています。
箸で木のかけらをつまんでいる子がいますが、これは一体？これはですね、はい、指先が細かい、指先のに細かい動きとかが苦手な人に対して、お箸の動きってすごくこう高知性が必要なんですけど、そういうのなくてもこうつまむ力だけがあればお食事ができるよっていうものになります。今実際これ利き手じゃない方でやってもらってるんですけど、はい、じゃなくてもこのぐらい簡単にお箸として使えるようになれるようなものですね。どう？楽？楽？本当は右利きなんだよね。すっごい上手だもん。簡単にできる。簡単です。なんか利き手じゃない方でやるといつも箸がぐだぐだになっちゃうんですけど、楽にできてすごいなと思います。使いやすい箸があれば手の動きが不自由な人にとっても食事の時間が楽しく過ごせます。子どもたちにとってもいい経験になりました。このお仕事体験ツアー16組32名の募集に対して100人以上の応募があるほど超人気。イベントを企画する病院総務課の柳瀬さんにお話を聞きました。今日は病院のお仕事体験ツアーということですけれども、こちらも毎回大人気のイベントなんですよね。はい、毎年100組以上の応募があります、うん、でその100組の中から、選ばれた子たちだけが参加できるってことですか。はい、16組ほど、当選の方をさせていただいております。毎年人気ということですけど、ここ数年はコロナ禍で開催できていなかったと思うんですが、このイベント自体は開催するのは何回目で、どういったきっかけがあって始まったものなんですか。はい、始めたのは2015年から始めて開催の方をさせていただきました。で、現状、コロナ禍で開催できなかった年もありますが、今回で6回目の開催となります。はい、そもそもこのイベントはどういったきっかけで始まったものなんでしょうか。はい、子どもたちが病院内を回り、病院の、関係する職種を、知っていただくことで将来の、職種選択の可能性を広げていただければ良いなと思い、イベントを企画いたしました。さあ、子どもたち早速移動してきました。こちらの部屋では何やら着替えをしてますね。この青いガウンとの帽子をかぶっています。これから何をするんでしょうか。本格的な手術衣を着て始めるのは外科体験です。こちらの体験ではリアルを追求し、実際に研修医が腹腔鏡の手術トレーニングで使う器具を使用します。今細かい作業してます。すいません、今これどういう体験中ですか。腹腔鏡の手術でお腹の中で手術の鉗子を入れて手術操作を行う練習をしてます。これでちっちゃい緻密な操作を行う練習を今してもらってるんですけど、すごく上手にやってもらってます。器用に。すごい、すごい上手。すごい上手に。どうだった今やってみて。楽しかった。楽しかった。またこちらではもう一つ、超音波メスによる疑似手術体験も行いました。超音波振動を利用して鶏肉を切っていきます。外科手術を教えていた医師の千葉さんは、今回の体験を通してもっと病院のことを知ってほしいと語りました。病院って身近な場所ではあると思うんですけど、このコロナ禍とかもってより一層皆さんの大変さっていうのを見る知るきっかけって結構あったと思うんですけど、そんな中で皆さんにこう伝えたい思いとかっていうのは何かございますか。病院はとにかくお医者さん看護師さんだけじゃなくて、たくさんの人によって支えられてるんだっていうことを、知っていただきたいなと思いますけど。本当に今日子どもたち真剣に、そして楽しそうにやってらっしゃいますね。本当に上手で真剣さも伝わってくるし、本当にいい経験してもらったのかなと思います。最後の体験は放射線体験です。体の断層写真を撮る放射線機器を使って、子どもたちは今回外からは見えない箱の中身を撮影します。ここでクイズです。このレントゲン写真、一体何を撮ったか分かりますか？
何だったんですか？キャンディー。キャンディー？めちゃめちゃ軽い。すごい。これはじゃあ、これが今あれ映ってたってことですか？上から見たので、これ横から見るとこういう風に見えるので、下が雨溜まってるところがこういう風に見えます。すぐ雨だって分かった。豆って難しかったね。豆だと思ったら雨だった。およそ3時間、参加者の皆さん大満足のお仕事体験ツアーでした。今日はどうでしたか？いろいろ楽しかったです。看護師の心臓マッサージが思ったより大変で、やれても先生たちはやれても1分か2分って言っててびっくりしました。あ、そっか、そういう発見もあったんだ。どう、この今日の体験を通して、なんかお医者さんとか看護師さんのイメージってなんかどう思った？なんかちょっとドラマとかで見て怖いイメージがあったんですけど、結構楽しいイメージに変わりました。今日ね、いっぱい看護師さんとかお医者さんともお話ししたと思うけど、それ皆さんのことどう思った？手術はよっぽど大変だなってこと分かりました。そっか、そっか。お母さん、いかがでしたか、今日ご覧になって？もともと医療とか福祉の分野に興味があって、今日来させていただいたので、はいはい、とても本人のためになったなって思いました。今回の体験ツアーを私も間近で見てきて、子どもたちの笑顔はもちろん、現場で働く人たちも表情がとても優しく、普段の緊張感とは違う楽しいイベントになったのではないでしょうか。これを機に病院の仕事を子どもたちに少しでも理解してもらいたいですね。